どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕が実家に帰ると母親と姉と妹がいます。で、定期的に部屋の掃除とか家の掃除っていうのをやるわけなんですけども、そこでみんなでよし掃除を始めようって言ってバーっていろいろ掃除をしている時に、ある棚の部分をパッて開けて、そうするとあるものがパッて目に入ってくるわけです。で、それ何かっていうと卒業アルバムです。で、それを見つけてしまったら最後って感じで、もうパラパラって開け始めて、ああこんなことあったねとか、ああ誰々ちゃん懐かしいとか言って、気づいたら5時間が経ってるっていう、そういうことがですねしょっちゅうあるんです。楽しそうなんですけど、もちろんワイワイそれで盛り上がってたりと思い出に浸っていいんですけど、僕その小さい頃から僕はいやそれよりも掃除しようよとか言って思ってたわけなんですけども、この動画を見てるあなたも卒業アルバムをもう見始めちゃったら最後なんかペラペラペラずっと見続けてしまうんだよねっていう、そんな経験ありますか？で、まあここで思い出ってなんだっていう話なんですけど、コトバンクっていうサイトには前にあった出来事や体験を心に思い浮かべること、またその内容、追憶、追想、昔を思い浮かべる材料となる事柄と書いてあります。この動画で扱う内容に関しては思い出の品になると思います。例えばこういったものがあって、これは小学校3年生の時に誰々くんから誕生日プレゼントでもらったやつなんだって、その誰々くんは全く今は関係がないってなったものに関しては、例えばこれを断捨離したとしても、別にその誰々くんが捨てちゃったのって、もうそういう関係でもないしっていうのが言えるので、もう自分の判断でポンポン捨てられます。ただ、じゃあこれも思い出の品物だとして、これがそうですね、じゃあ現在進行形で関係がある人で、その人からもらったとします。誕生日プレゼントにもらったとします。じゃあ僕が捨てちゃったとします。断捨離したとします。そんでその人から「あれどうなった?」とかって聞かれた時に「あれ断捨離しました」って言ったら、多分それ言われたら「せっかく開けたのに断捨離されちゃったの?」っていう風になると思います。そう、僕も多分「せっかく開けたのに断捨離しちゃったの?」っていう風にツッコミを入れると思います。そういったものに関しては僕は結構捨てづらいなっていう風に思います。そう、この感覚ちょっと分かりますか？その断捨離した後に報告する必要がない場合はポン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 遠慮なく捨てられるんですけど、断捨離したよってなんか言う機会がある場合は結構捨てづらいなっていう風に思います。僕でもちょっとそれは捨てづらいです。あなたはどう思いますか？あんまりこう思い出の断捨離はこうした方がいいよとか、思い出は手放していいよとか、手放しなさいとか、なんかポンポン軽はずみで言えるものではないと思っていて、なので今回この動画でも正直結論は出てないというか、結構パターンがあると思います。なので僕の今の段階では、思い出のものがあったらそれを断捨離した時に捨てたよって言う必要がない場合はもうポン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 断捨離しちゃいますけども、断捨離したよって言わなきゃいけないような関係の人の場合は、僕はなんか捨てていいとかあんまり使わないから返すねとか、なんかそんな感じでまずは言いますね。で、それでまあ捨てちゃっていいよとかって言われたら、あ、じゃあ捨てるねっていう感じでやりますけども、なんか無断で捨てて、その後自己報告で、あ、捨てたよって、それはちょっと僕もされたら結構悲しいので、それはやらないようにします。で、その思い出のものが今は亡き人、この世にはいない人の場合は、それはどうでしょうね、難しいですけども、見るだけで心が軽くなるんだよねみたいなものがあったら僕は取っておきますし、逆に嫌な思い出が出てきてしまったり、こう気持ちが軽くなってしまったりするものに関しては、多分それを断捨離した方がメリットの方が多いと思いますので、そういったものはもうどん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 手放していってほしいなというふうに思います。そう、まあ、ここまで見てくれたあなたは、ショッピーさんなんか煮え切らないですねとか、もっとバシッと言ってくださいよみたいな感じで思ったかもしれないんですけども、まあ、思い出に関しては僕は本当に細かいというか、いろいろパターンとかシチュエーションとかもあると思って、一概にこうみたいなことは
言えないです。なんですけども、まあ、今回の話を聞いてちょっとでもこう参考になりましたとか、共感する部分がありましたとか、そういう見解があるんですねと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。で、あともっとこういった感じでやるといいんじゃないですかっていう意見もありましたら、ぜひコメント欄に書いてくれたら、すごく勉強になるので嬉しいです。はい、書いてみてください。はい、ということで今回は短めではありましたけども、せっかく動画にいただいていた質問もありましたし、今週ミニマリズムのお話を一切やっていなかったので、今回はこういう形でミニマリズムのお話をシェアさせていただきました。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。